皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は、ロシアの対潜哨戒機であるイリューシン38が、韓国の防空識別圏に侵入したってニュースを紹介するね。韓国の防空識別圏にロシア機が侵入したくらい、大したニュースじゃないんだけど、今回のロシア機はイリューシン38対潜哨戒機で、おっさんのニュースでは紹介したことがないので、イリューシン38を紹介するために動画にしてみたよ。イリューシン38の原型は、4発ターボプロップ旅客機のイリューシン18で、主翼位置を変更して対潜哨戒機に改造された機体になるよ。初飛行は1961年で、1967年から量産が開始され、1971年から運用されているね。全長 40.1 メートル、全高 10.17 メートル、全幅 37.4 メートル、最大離陸重量は66トン、巡航速度570から600キロメートル、航続距離は約7000キロメートル、実用高度は8000メートル。その部位の他に魚雷や対艦ミサイル、機雷も搭載可能で、本機単独での攻撃も可能なんだって。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。ロシア軍用機、米訓練終了日に東海カディズに30分間侵入。ロシアの軍用機が9日ぶりに再び、東海の韓国防空識別圏、カディズに侵入した。29日軍関係者によると、前日の午後、ロシアの軍用機2機が、キョンプクールチン東方のカディズに侵入して、30分間の飛行を行った後、日本の防空識別圏、チャディズに抜けていった。機種はイリューシン38海上哨戒機ということが分かった。ロシアは先に、韓米連合訓練前半の19日にもカディズに侵入している。前日も連合訓練終了日だったという点で、米国の反応を伺おうとする意図があったのではないかという分析だ。軍関係者は、ロシアの軍用機のカディズ侵入に対して、警告放送、スクランブル発進など、通常の戦術措置を実施した、とし、ロシアの軍用機の領空侵犯はなかった、と明らかにした。防空識別圏は、国家安全保障の目的上、自国の領空に接近する軍用航空機を早期に識別して、必要に応じ軍事上の脅威を評価した後、対応するために設定する任意のラインである。しかし、ロシアは自国の防空識別圏を設定しておらず、同時に他の国の防空識別圏も認めていない。ってことで、韓国では米韓合同訓練が行われたので、それを警戒してロシアが2度も軍用機を派遣して、韓国の防空識別圏に侵入したってことになってるみたいだけど、そもそも今回の米韓訓練は、コンピューターでのシミュレーションによるもので、ロシアが哨戒機を派遣する意味なんて全くないし、19日にロシアがツポレフ95を飛ばしたのだって、その前に米軍の爆撃機が6機も日本近海に来たのに対抗するためでしょ。っていうか、もっと根本的なことを言っちゃえば、韓国はロシアの軍用機が韓国の防空識別圏に侵入したって言ってるけど、その防空識別圏って朝鮮半島付近のじゃなくて、韓国が勝手に拡大した竹島周辺地域のことだからね。ロシア機が飛行したのは、あくまでも日本海の日本の防空識別圏で、韓国のことをわざわざ偵察に来ているわけじゃないんだけどね。韓国は、昨年のロシア機による相次ぐ防空識別圏への侵入や、竹島周辺に設定した領空への侵入に対して、昨年の10月に、ロシアとの合同軍事委員会を開催し、ホットラインの開設や、航空機の経路の事前情報の提供などをお願いしたんだけど、その後、何かしらの協定が結ばれたって話は聞かないし、それ以降のロシア機の防空識別圏への侵入に対して、ロシアとコンタクトを取ったって話も聞かないので、その話はなかったことになってるんだろうね。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。